柏忠夫11月26日から1993年3月4日は日本の実業家。柏計算機の創業者である。高知県長岡郡呉田村出身。1923年に一家で東京に移り、旋盤工を皮切りに機械、道具製作の道に進む。その間に早稲田工手学校にも在籍した。1946年、東京都三鷹市に柏製作所を創業。すぐ下の弟である俊夫が逓信省を退官して参加。俊夫の考案した指輪パイプがヒットしてできた資金をもとに電気式計算機の開発を開始、俊夫の弟である和夫と幸男も加わって1957年に商品化に成功し、同年柏計算機が設立される。1960年5月に社長に就任。柏計算機は電子式計算機の導入には遅れを取ったが巻き返し、1960年代後半には日本国外にも販路を広げた。1972年、世界初のパーソナル電卓、柏ミニを当時としては革命的な1万円台で発売し、スマッシュヒットを記録。電卓メーカーとしての地位を不動のものにした。柏計算機はその後も G-SHOCK、柏トーン、柏トロン、ペラなどの製品を次々と世に送り出した。1988年に相談役となる。日本経済新聞に兄弟との日々を綴った私の履歴書を連載、後に兄弟がいての題名で単行本化された。1993年3月4日死去。長兄の忠夫を含めた4人の兄弟で、柏計算機を創業。他の3人は、俊夫、和夫、幸男である。2015年より、柏社長を務める柏博は、和夫の子息で、忠夫の甥にあたる。ABCD 柏忠夫20世紀日本人、明治典 ABCDEFG 柏の歴史、柏計算機 ABC 柏俊夫人と、その生涯、柏俊夫発明記念館 AB。柏和夫死去イコール柏創業4兄弟の三男、89歳。時事通信。https://www.jiji.com/jc/article K=2,185,690,898 and G=オブト2018年6月19日。閲覧。柏。27年ぶり社長交代長男の和博が昇格和夫氏は会長に日本経済新聞2015年5月13日付。ありがとうございます。